2016年からパリで満月を見て心が平和になったんですよ。20代30代の人が肺の病気になると嘘だろと思って初めてね純粋な気持ちでガーナに行ったんですよ。その時正直サステナブルのビジネスのアイデアゼロでした。ザ・マーベリック・オブ2022のお一方、アーティストの長坂真吾さんをご紹介したいと思います。長坂真吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近上野の森美術館の、はい、長坂真吾展。はい。まだ余韻は残ってるんですけど、すっごい人で、会場入った瞬間にもう泣きそうになっちゃって。僕ノーベル平和賞まで泣かないって決めてるんですけど、もう目の中にもうプールができちゃって、ずっと天井4分5分からずっと上向いてこうやってやってるだけで拍手がバーってなって喋んなくていいんですかみたいな、今日なんかそれぐらいなんかものすごい、あのイケてない俺が、こんな場所に立てるなんてっていう、なんかそういうインパクトが、もともと僕バイヤーだったんですよ。それアパレルのバイヤーですね。アパレルとあと電子機器。あ、電子機器もやってたんですね。 iPad とか、はい、スマートフォンとか限定のものを買って日本で売るみたいな。あとはシュプリームとかルイ・ヴィトンとかルブタンとかパリで買って、ニューヨークでシュプリーム買って、でその行った先々で路上の絵描きをしてたんです。要は行った国でマネタイズができるんで、買って売るだけで、はい、その空いた時間で路上の絵描きができたんです。これが実は裏の僕の本職だったんです。本業だった。パリに行った時に2015年11月13日に行ったんですけど、パリの同時多発テロが起こった日ですね、はい、それ以降に僕飛行機飛び乗ったんです。である日どうしても現場が見に行きたくなって行ったんですよ、はい、そしたらテロのあと数週間後だったんですけど、何百人何千人の花と泣き崩れる人がまだ未だにいて、その時自分の中の心が折れたんですよ。俺何やってんだろうと。表向き画家としては二丁拳銃の女っていう絵を発表してて、人を殺す道具をヒニングで否認した絵発表してたんですね。これはノーワー、その年テロが横行していたんで、ノーワー、人を殺す道具を作らない、人を作らないヒニングでカバーすることによってノーワーっていうメッセージを出してたんですけど、表向きそんなことやって裏ではその危機をね、ビジネスチャンスと捉えていってる自分、もうそのギャップに自分の心が立ち回りがいかなくなって、もう絵描きやめようと思ったんです。でそこからね、数ヶ月本当に絵が描けなくなって、自分自身を見失って、それでも生きなきゃいけないんでね、その日暮らしのために買い付けをしながら、2015年12月31日リタックスって、買い付けするとタックスを免税できるんで、まあ、列を並ぶんですけど、その時に長蛇の列でたまたま隣にいた LA 人と友達になった。でアシュリーって言うんですけど、アシュリー何やってんの？ LA でって言ったら、サステイナブルビジネスやってると、はい、初めてサステイナブルって言葉が自分に降りかかってきます、はい、もう今ではこの社会のもう主題になってる SDGs の S、はい、7年前初めてサステイナブルって言葉に出会ってですね、はい、何それって聞いたら、はい、オーガニック化粧品売ってるって、あ、肌にいいプロダクト作るのがサステイナブルなんだって言ったら全然違うと。我々はオーガニック化粧品クラブを作って会員を増やして、スキンケアコスメを大量に売って、この地球上から農薬に汚染された地域をなくす、それが我々のミッションだ。
びっくりしたよ。プロダクトをたくさん売って地球をきれいにする仕組みがある、しかもフェアトレードで、びっくりして、なんかもう目が覚めて、サステナブルの時代が来る、うん、これからのただの資本主義じゃなくて、ただの IT じゃなくて、サステナブル革命来るって言って、影の部分の資本主義の先頭に立っていた自分という、あやかってました、まさにそうです。自覚しながら、はい、新しいサステナブルの出会いで変わった。だからサステナブルキャピタリズムっていう両方知ってる自分がですね、はい、バンとくっつながったんですけど、20代30代の人が肺の病気になると、嘘だろと思って、初めてね、お金儲けじゃなくて純粋な気持ちでガーナに行ったんですよ。その時正直サステナブルのビジネスの